自社パッケージで金融のクレジットカード会社向けの、まあ、シェアが大きいんですけども、そのクレジットカード会社が銀行の統合とともに数が集約されちゃったということで、お客さんの数が少なくなってるんですね。で、逆に規模はどんどん大きくなってきてるんですけども、そうするとパッケージで利益がいっぱい出るモデルだったのが、パッケージはそんなに売れなくなる。で、ただ開発するボリュームは大きくなるので、普通のソフト開発っていう品目は随分増えてきてるんですよ。で、まあそうだと安定はするんですけども、成長はなかなか難しいので、そのために、まあ業種を問わない製品をやっぱり作り出して、で広く販売していかないといけないねっていうふうに少しずつこう切り替えてるんです。で、それが最初のトリガーがセキュリティの製品でして、で、これもちょうど10年前に個人情報保護っていう法律が日本の中でできるので、まあ当社のお客さんが当然その個人情報の対象業種ですから、何か対策しないといけないねっていうところから始まって、まあ次は製造業とか流通系の方たちにもそういうセキュリティの話がどんどん広がってるんで、まああまねく行き渡ってきてるんですけども、ホームページもそうですけども、まあそういうウェブの仕組み自体がもう全く無視してはいけない状態になってるので、まあウェブの効率化っていうか、そういう運用の効率化っていうところも合わせてやっていかないといけないねということで、お客さんのニーズに応えるような形でものを作ってきたのが、ここまでの話ですけども、で、これからは自分たちでニーズを見出して、自分たちからそのマーケットを作っていくようなことをしないといけないねっていうのが、今手掛けてるウェブ周りの製品なんですよ。まあ、それを次の、大きな柱になるように育成できればなっていうふうに思ってますけどね。金融系の製品についても、まあ、アジアとかですね、当初は結構韓国に売ったりしてたんですね。私自身が営業やってた時とか。金融のネットワークってやっぱり各国自体にやっぱ癖のあるような個別のものがいっぱいあるので、トータルで対応するのはやっぱり難しいので。日本でのクレジットカード会社さんっていうのはみんな一社ずつ規模が大きすぎるんですよ。ものすごい取り扱い高をしてて、会員の数もものすごい数がいて、そうするとそのための設備っていうのも巨大な設備で処理しないといけないっていう状態なんですけども、今アジア各国の方たちってそんな大きくないですね。日本でいうと、まあ一つ地銀さんクラスの規模の、そこからちょっと切り替えを直さないとすんなりとやっぱり製品をそのまま売るっていうのは難しいねっていうところで、ちょっとまあ今試行錯誤中ですね、そっちの方まで。でセキュリティについても結構中国では売ったりしたんですけども、ただその業務ノウハウがついていない純然たる技術の機能パッケージだと世界の人たち作れちゃうんで、アプリケーションも組み込んだ形のパッケージにしないと外に持っていくのは結構厳しいだろうなっていうのが今思っているところですかね。どういう手を打つと一番海外に持っていくのに一番効率的かなっていうのを今マーケット収集しているような段階ですね。ただその中でも英語で仕事できる人たちは少しずつ増やしてきてたんで、20代の人間たちが結構力をつけてきてる状態なので、まあ結構楽しい若者がいっぱいいる会社だと思いますけどね。